空を飛ぶ自分をイメージしましょう。浮き始めた、浮き始めた、待て待て待て。また始まった。無限ループって怖くね？ちょ待ってくださいよ。そうだな、もう一パートぐらいやって終わりにしましょうか、これは。うん、そういうね、いろんな分岐があるというゲームになってます。はい、じゃあちょっと次のパートもやっていきましょう。3周目か、どんな風になるんじゃろう、これ。とりあえず最初は従ってみるか。あれ、最初扉が出てくるんでね、最初は従おうじゃん。左のドア行って、うん、言う通りに左のドア行って、で会議室だよね、まずね。階段嘘つこうか。ここには一人もいなくて、そう、オフィスに行く、上司のオフィスに行こうぜみたいな。でここで上なんだよね。下行こうか。なんてナレーション言ってくる、下に行くと。待って、だから怖いって、いちいちこのゲーム怖いんだけど。ここなんもない、なんかはある、なんかあるね。特に押せない。でも下に来ました。上がね、上司の部屋だけど。しかしスタンリーにはそれができなかった。彼は上司に出くわす可能性を考えました。勤務時間中に仕事を離れてる。もう確かにね、クビになるかもしれない。うん、そんなリスクを犯す必要はあるかって、うん、みんな消えてしまったなどと信じてくれるだろうか。まあ確かにね、まあ、確かにみんないないんだけど、いざね、なんだろう、上司連れて戻ってきた時にさ、みんないたらさ、完全に狂ってるって話になるよね。だからやめたと、うん、非論理的だ。スタンリーはあれこれ考えてるうちに奇妙なことに気がついた。奇妙なこととは、自分の足が見えない。あ、そうだね、ゲームの仕様なのかと思ったけど、勝手にドアが後ろで閉まっちゃうのは理由があるのかもしれない。実は似通ってるに見えて、この部屋は繰り返しになっているのだろうか、うん、おかしすぎる、これは現実じゃないぞと。そうか、同僚がいないのも、この部屋がなんかよく続いてるのも、これ現実じゃないんじゃないかと。そう、夢だ、夢を見てるんだ、夢だ、夢を見てるんだ。全てに合点がいて安堵したことでしょう。同僚たちは本当に消え去ってなどいない、仕事もクビになってないし、俺は狂ってないぞというわけですね、うん、私たちはきっとすぐに夢から覚めるだろう。ボタンを押すだけで退屈な日常に戻るんだ。意識がはっきりしているうちはこの夢を楽しんだ方がいいかもしれない、うん、空を飛ぶ自分をイメージしましょう。浮き始めた、浮き始めた、待て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 、危ねえ危ねえ危ねえ、びっくりした。ああ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 、なんだなんだなんだ、世界が変わり始めた。なぜこんな意識はっきりしてるんだろうか。怖い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 。ああ、びっくりした。狂い始めたぞ、世界が一瞬。お、どうして私がやることを考えることに指示する声が。これか、このナレーションか。ああ、スタンリーが考えてることを説明しており、彼はとても気持ち悪く感じてました。なんで俺の考えてることがわかるんだみたいな、うん、説明をする声の夢を見ているのか。ありえるね、うん、彼の声が全ての夢の中の人々にかけてる、ん、なんて、もちろんこれでは夢ではないというのが現実ですよ。いかがです、スタンリーは自分を騙しているのでしょうか。寝ているなら自分は責任を取る必要がないと、うん、この時点で目を覚めているのです。これは夢じゃない、もしかして。スタンリーはとてもショックだった。これは夢、絶対夢だよと。待って、部屋これループしてね、待ってループして ないか。あ、ループしてるわ、夢だ、これは夢なんだと。あ、でもExit出てる。あれ、でもループしてるわ。目覚めようとしました。あ、眠くなってきた。背中にはマットレスの弾力を感じ、まあ夢か、よかったよかった。起きたらね、仕事してるでしょう、きっと。はい、さあ起こしてください、早く終わってくれ。こんな夢はもううんざりだ、怖すぎると。
はい、私が望むものすべてだ。私が欲しいのは自分のアパートとそこにいる妻とそれから仕事だけだと。いつも通りのものだけを望んでるからどうか目を覚まさせてくださいと。すべてが良くなっていくさ。私はまともだ。来るってなんかいない。来るってなんか、はあ。Stanley began screaming. Please, someone wake me up. My name is Stanley. あれ、目を覚まさせてくれっていうふうに言ってたけど、夢じゃなくて現実だったから来る。ああ、死んじゃったんじゃが。何、狂ったまま外に出てたら倒れちゃったってこと？ああ、狂人エンドみたいな感じ。ああ、上司の部屋に行くのをやめただけで人は狂ってしまうんですかね。怖いわ。へー、ああ、ミーティングの予定を思い出したと。これもしかしてこっから女の人のターンになったりしない？主人公変わっちゃったりしない？大丈夫？メンタル強いな、女性。スタンリー死んじゃったわ。俺は狂ってないんだと。夢だ夢だって言ってたら夢から覚めれなくて狂っちゃった。ああ、戻ってきた。はい、というわけで今回ここら辺にしましょう。このスタンリーファラブル、本当にエンディングがたくさんありまくるんでやっててもキリがないので、私の今回の実況はここら辺にします。ちょっとね、今まで私が実況していたシリーズよりかなり短いものになったと思うんですけれども、いかがだったでしょうか。はい、スタンリーファラブルっていうね、皆さんもやってみてください。これ日本語化用のモッドみたいなのがありまして、通常だと日本語化できないんですけど、有志の方が作っていただいたので、このように日本語でも読める、楽しめるゲームとなっております。皆さんもこれやってみてはいかがでしょうか。私がね、見なかったエンディングなども、ぜひ見ていただければななんて思います。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ムービンでした。バイバイ。